はい、こちらですね、吹きの下地を取った残骸ですね、はい、まだまだこんだけで全然ですね、一部分だけでした。ここはね、ライグラス、芝生みたいな、このね、牧草みたいな、これもね、横にバーって広がるんですよ。だからバッて引き切って、ベッてベッて、バッバッて引き出るような、そんな、これもね、ちょっとうねだてには厄介なんで、この辺がこの辺いっぱいあったんで、結構ね、そこだけ時間かかっちゃいましたけど、こんな感じのね、近くへ行く、さっきも見せましたけど、もうね、春の息吹、芽をね、もう今、芽出てきてるんですけど、こんな感じで、着々とね、芽を出して、ね、今年に備えている吹きですけど、まあ、それをね阻止するように今ちょっと取っておりました。地味な作業ですけどね、はい、でね、本来もっともっと早くに秋口前でもどんどんねやってちゃってよかったんですけど、ちょっとね、これ言い訳っぽいんですけど、この、まあ、その影響なのかなと思ったんですけど、コロナにもなったのもありまして、約、まあ、いろんな制限もあったりとかして1ヶ月ぐらい何もできなかった時もあったので、その後にね、まあ、家族、まあ、みんな無事に回復したんですけど、なんかね、体力的なものなのかな、年のせいなのかなっていうのもあるんですけど、本当にね、倦怠感っていうものですかね、それに非常に強いものに見舞われまして、まあ、極端に言えば、家にいて座ってて、ね、ちょっと手伸ばして取るようなもんでもめんどくさいみたいな、そのぐらいになったような時期が、ね、続きましたよね。なので、まあ、やっとこさでシフォンケーキのね、制作ができるようになって、そっちについていってやっていくことができるんですけど、こっちに畑に来てね、積極的にこうやってやるってことがなかなか気持ち的にも取れなくて、やりたい気持ちもあったんですけど、そのジレンマめちゃめちゃありました。そんなことでちょっと去年なかなか思うように動けなかったりもしてたうちに、こう、うちのね野菜たちを育ててたりしてたのもあって、収穫するので、まあやっとな感じで、まあ結構ね、その動画見てくれたりとか、インスタでね、見てくれて、野菜欲しいですって方がいらっしゃってくれたのもあって、その辺も励みになってね、なんとか、取りに来て、発送とかはねしてたんですけど、一部、なんですけど、まああんまり、ね、その前にやってたみたいなことがなかなかできず、ちょっとねもったいないこともしたときにもしてたんですけど、で隣の区画も本当もやってるはずだったんですけど、ちょっとそこも着手がなかなかできず、この機会をね持ってくるっていうことすらもうちょっとね、手をつける気もなくなって、そんな時間が多いんですけど、今月末かぐらいになってくるともう地面凍っちゃうので、ちょっとなんとかと思って今やり始めたところだったんですけど、はい、今シフォンケーキをね、販売しに行ってる最中で、野菜の話をね、逆に僕の方からじゃないね、お客様の方から振ってくださったりとかして、ちょっとね、楽しみですので言葉をいただいたりもしてたりもするので、まあ、これをこうね、そんなこと言ってる間にいかにかんというので、ちょっと動き始めたね次第で、まあ動いてみると結構ね、まあもう今はもうなかなかあんまり倦怠感ってないんですけど、その影響はなくなってるんですよね。まあ、ただ単に怠けだったのか、体力的に落ちたのか、一時的にね、動かなかった時期が続いちゃったんで、まあ、動けなかったのか、まあ、そうなのかもしれないですけどね。まあ、気持ち的なものなのかわかんないですけど、はい。で、まあ、動けるようになってくる。まあ、ね、この季節の時期はね、ちょうどこう、止まる時期にはなっちゃうんですけど、ね、まあ、ちょっと負けじの苗作りも含めてね、春に向けて着々と準備はしていきたいなと思ってます。で、ここにね、まあ、基本的にはシフォンケーキメインに、ここは本格的な、こっちね、見せる畑を作ってたんですね。見て楽しんでいただく、まあ、第1区画ということで、見ていただいて、で試しにね、もともとここの、吹き畑であり、もともと田んぼであってね、水はけとかもいろいろ懸念する部分もあったんですけど、野菜を一回、本当は時期早くに、もっと今年か来年ぐらいからって考えてたんですけど、周りの方からもね、野菜作れると思うよって話もいただいてたので、実際ちょっとやってみたのがこの一区画だったんですよね。まあ、満足いくもんではないですけど、
まあ、できたり、ね、根腐れっていうね、水で水没してしまう、ね、そういった原因で枯れてしまうなんて状況もなかったので、はい、で変にね、害虫がバーッと増えるとかそういう症状もなかったので、ここはまたここで見せる畑っていうのでやっていきたいですし、こっちはね、本格的な畝立てをバッとして、で、まあ、生産をするというスタイルで、まあ、当然無農薬の化学肥料でやっていきます、はい、っていう、まあ、予定をしてます。でここは、まあ、資本地域で使いたいってね、風邪の要望があるんで、その野菜をメインに、あとは、夏野菜、まあ、春野菜できるかな、まあ、生でね、食べられそうな、まあ、もちろん美味しい野菜という形で、作っていけるものを出していきたいなと思ってます。はい、なので、生産するのは通常のね、皆さん作るの野菜とちょっと違うと思いますけど、はい、違うというか、種類がね、違うと思いますけど、はい、そういった形で、ここは進めていこうかなと思ってます。はい、まあ、今年は、ね、より去年よりも、時間はないですけど時間を見つけて、まあ、通ってくるようにして、管理面も含めてですね、去年ちょっとね、そんなこんなでね、ご迷惑もかけてしまったので、今年はしっかりと、生産もするし管理もしていくという形でね、やっていこうと思っておりますので、その様子もまたね、資本地域の動画に負けずに配信していきますので、見てみていただけたら嬉しいです。ということでした。長い動画になりましたけど、よろしくお願いします。